中年オタキーです。前回の動画でね、これ予告したんですが、このコニカのレビオ、このカメラの紹介今日紹介しようと思ってたんですけども、ちょっと天使が二人ほど舞い降りましたんで、天使が二人、最近でちょっと体調が悪くて全然写真撮れないんですよ。もうね、通常写真を撮っていた時間帯にもう眠くて走れなくて寝てるんですね。それで全然写真が進んでなくて、ネタに困ってるな状況なんですね。まあ、今週も一応ネタあることはあるんですけどね。で、まあ、今回はというわけで、開封動画、紹介動画か、その辺になっていきます。それでは動画スタートしてまいります。今日はね、カメラをね、提供いただいたということで、まず、シオンさんから紹介いたします。シオンさんね、僕がね、大阪にちょうど荷下ろしする直前ぐらいに、ね、DM が入ってきましてね、今日スイタパーキングに来れますかみたいなノリだったんですけど、ちょうどね、もうスイタパーキングって年に何回通るかっていうぐらいね、頻度少ないんですけど、その日はちょうど通るということでね、落ち合うことができたんですね、奇跡的にね。でね、カメラをちょっと2台ほどいただきました。まずはこっちから紹介していこうかな。はい、こちらはね、ジャンクで購入したということで、キッスのね、望遠レンズセットなんですけども、もう電池入れて動作確認したね、動作確認してないっていうことだったんですけどね、電源は入りました。でね、シャッター切れなかったんですよ。シャッター切れなかったんですけど、あー、ちょっとやっぱ調子悪いな。あのね、バッテリーチェックマークがついてね、シャッターが切れません。これね、粘ってるんですね。うん。ちょっと微妙なコンディションではあると思います。ちょっと厳しいですね。まあ、これはおいおい直していこうかなと思います。直るかな？ちょっと、シャッターマックを清掃して動くようになるかどうか、まあ、チャレンジしていこうと思いますが、そんなに汚れてるように見えないんだよな。で、もう一台はこれです。いいよ。はい、これ持ってなかったんですね。ニューキャノネットですね。いいよ。これちょっとまだ状態確認し、ちょっと忙しくてね、状態確認してないんですが、レンジファインダーがちょっとおかしいということなんですけども。ん？ああ、ちょっとおかしい。確かにちょっとおかしいかな。いや、こんなもんじゃねえかな。無限に。おかしいかも。これが無限だよな。おかしいね。おかしいです。レンジファインダーね、バラして、調整しようと思います。で、これ今、オートだな。うん。シャッター切れてますね。よっ。ん？いや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 、なんか連絡文が入っております。ありがとうございます。よっ。びっくりした。なんか出てきたからびっくりした。シャッターもちゃんと切れてますし、レンズも結構綺麗ですね。まあ、汚くてもこいつは分解簡単なんでね、なんとかしていこうと思います。でね、これね、純正のフラッシュもついてるんですよ。これなかなかレアですよね。で、ちゃんと光ったそうです。まだチェックはしてないですけど、ちゃんと光ったということで、ナショナルのね、ナショナルっていう名前がまあ、クラシカルですけど、203って、これガイドナンバー20かな。横倒し OK のね、これね、ちょっとコンパクトで軽いフラッシュなんで、ペン EE とかね、そんなにも使えますよね。多分ね、最近のね、フラッシュをね、ペン EE に乗っけたらえらいことになるじゃないですか。超でかいんでね。もうカメラよりフラッシュの方がでかいっていう話になるんですけど、このぐらいのね、時代の、フラッシュはね、十分使えるんで、ペン EE とかでも使っていこうとは思いますね。はい、シオンさんね、提供ありがとうございます。大変嬉しく思いますね。特にね、特にこれはね、持ってなかった。なかなかね、いいコンディションないんですね、これね。うん、ぜひ使っていこうと思います。で、こちらですね、ヘボさんさんから、送っていただきました。開封していきますよ。
よ。どうなってるんだ。あ、これ補強してあったのか。あれ、ハサミどこ行った。よいしょ。どうなってるんだ。あ、こっちか。ということはこっちもだな。よっ。おお。こんな感じですね。1、2、3台ほど入っております。よっ。はい、1台目はヤシかミニスターかな。これミニスターになると思うけどな。ちゃんとシャッター切れてますね。あ、これライトバリュー式か。よっ。スローはやや粘り気味ですけど切れてますね。ちゃんと切れてるぞ。よっ。絞りをどうやって動かすんだ。お、いいですね。綺麗ですね、レンズ。めっちゃ綺麗です。これはレンジファインダー式かな？レンジファインダー式ですね。だいたい合ってるんじゃないかな。ちょっと縦ずれがありますが、このぐらいやったら修正簡単ですね。ただ軍艦部開けたことないな、これ。ちょっと調べなきゃいけないですね。キャドネットのね、軍艦部はね、簡単に開ける方法があるんで、さっきのね、シオンさんがいただいた、多分ね、簡単に開けれると思いますが。まあ、ちょっとだけ調整しようと思います。これはなんだ？まだカメラにぴったりのこれ。お、ペンタックス MX ですね。おー、レンズは SMC ペンタックス 50mm の 1.4 です。K マウント 50mm 1.4 はお初見ですね。わ、なかなか状態いいぞこれ。うん、レンズもいいですね。よっ。あ、綺麗綺麗。これは嬉しいっすね。ちょっとスローシャッターはどうだろう。お、いいね、いいね。これね、欲しかったんですよ、MX ね。すごく欲しかったんですけど、めちゃくちゃ状態がいいと思いますが、どうでしょう。ファインダーもめっちゃ綺麗。電池もちゃんと入ってるやん、これ。うん。いいものをいただきました。ありがとうございます。で、もう一台入ってるぞ。もう一台なんかかなり厳重に梱包されているような気が。黒いカメラです。よ、ああ、はい、コンタックスですね。ヤシカのね、 ML50mmF2 がついております。これ富岡のレンズですね。うわ、これは嬉しいぞ。嬉しいけど使い方がわからない。どうやって使うんだ？これか。これワインダーなんだな。使い方わかんないぞ。
え、使い方がわかんないぞ。どうやって使うんだろう。巻き上げボタンがないんで、ワインダーだけですよね。使い方がわからない。電池が入ってないのか。よっ。あ、電池が入ってないですね。炭酸電池4本か。ちょっと用意しようと思います。はい、ちょっとね、ニューF1からね、電池を抜き取りました。ちょっと新品がなかったんで、これ向きがこうかな。京セラが作ったんだな、これ。もうヤシカじゃないですね。京セラになってますね。よっ。よいしょ。いいね、いいね。いや、このレンズいいぞ。AE で切れてますね。これ AE 専用機かな？ AE 専用機っぽいね。うん。マニュアルは使えない。167MT。マニュアルは使えないようですが。うん。いいですね。これほんのり重いのもいいし。デザインもいいですね。で、あの、ファインダーがちゃんと光るんですね、これ。やばい、これは楽しめそうだぞ。レンズの取り外しは、こっちか。ああ、後ろ玉にほんのりこれ、ほんのり傷があるけど、まあ問題ないですね。全然問題ないです。ちゃんとした絵が出るんじゃないかな。いや、これね、ヤシカの 50mmF2 はちょっと楽しみですね。いや、いいものをいただきました。ヘブさんさん、ありがとうございます。液晶漏れも全然なし。映るかな？映んねえか。液晶漏れも全然ないですね。いや、これはいいですね。これコンティニュアスにすると。あ、そうか。ダイレクト速攻ではないんだな。3コマ行くか行かんかぐらいですかね。うん、結構ね、このホールド性もいいですし、使いやすそうです。早速ね、試写とかしていこうと思いますね。そんなわけでね、今日結構たくさんいただきました。ヘボさんさんからね、このヤシカ、多分これミニスターだよな。違うかな。コンタックス 167MT。まあ、ヤシカ系のカメラが2台。んで、ペンタックスのね、MX、をいただきました。で、シオンさんからね、このニューキャノネット19ですね。と、よいしょ。イオスキッスをいただきました。ありがとうございます。これね、イオスキッス結構持ってるんですけど、これシャッターマークが粘ってるんでね、もしかしたらね、うん、動画にできるかもしんないな。シャッターマーク清掃の動画にできるかもしんない。と思ったらシャッターがちゃんと切れ出す、この不思議。あ、止まった。まあそんなわけでね、いろいろ使わせていただこうと思います。カメラ提供いただき本当にありがとうございました。ここのとこちょっとね、ネタに苦しんでおりましたので助かりました。写真の方はね、ぼちぼち撮れているんですが、もうちょっとでね、ニコン F2 のね、T-MAX100 の
写真が取り上がるんですが、 F の方はもう取り上がって現像してね、もうすでにネタにできる状態にはなってるんですけどね。ニコン F、F2、オリンパス、ペン F、で、ヤシカ、ハーフ17、この4台をね、同時進行で撮影してて、ハーフカメラとね、フルサイズとね、どのぐらいの画質の差ができるか、で、バビロン8か、で、フィルムね、そのハーフで撮って、で、フルサイズの方は TMAX100 で撮って、で、どのぐらいの差が出るかっていうのをちょっと検証する実験をやってまして、その影響でね、その撮影が滞ってるのももちろんあるんですけども、4台同時進行してるんで、あとちょっと体力が落ちてるのもあってね、なかなか動画のね、ネタを仕込むのに遅れが出ているわけなんですが、まぁ、今回ちょっとね、一回ね、開封動画ということで、本当に助かりました。そんなわけでね、今日の開封動画というか紹介動画、はここまで。ここからはね、視聴者様の作品投稿コーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日はね、トップバッターはケンちゃんさんですね。2枚来てます。作品投稿です。日光市でできたトップコインユニです。 UV トップコール F2 50mm、 富士100、絞り 5.6、 4秒ぐらいです。おで、よろしくお願いします。2枚目が、富士 XM1 XF27mm F2.8 ISO6400 フィルムプロビアモードということですね。デジタルと、フィルム2枚送っていただいても写真なんですけど、いつものね、万博記念公園か、スイタのね、付近でんですけどもね、1枚目はね、4秒ということで、ほんのりアンダーですが、これはまあいい感じになっていると思います。もうほんのちょっとちょっと早い時間でも良かったかなと思う。ちょっと難しいところではありますが。で、2枚目なんですけど、2枚目はね、結構街の明かりを入れたカットになりますね。富士のね、XM1 ということでね、比較的普及価格帯の、ね、ミラーレス一眼になっておりますがね、まあ、プロビアモードということですけどね、これ本当にフィルムっぽい写りにはなってますね。デジタルらしさが感じられない作りになってます。色はね、ちょっと日中じゃないとわかんないですね。プロビアってね、ちょっと彩度が高い、やや高め、彩度高めのね、フィルムなんですよ、もともとね。で、そのプロビアモードっていうのがね、どのぐらいのプロビアのモードに近いのかっていうのはね、青空の下で、撮った写真を見ないとちょっと判断できませんが、まあ、フィルムライクに映っているとは思いますね。ケンちゃんさん、ありがとうございます。次は、一都市九さんから3枚組ですね。タイトルがね、丸本巻きアートテラス、組写真。オリンパス OM10、随行 50mm F1.4、コダクカラープラス200ということですね。で、写真なんですけどもね。これなんかのイベントなんですかね。巻きアートテラスということでね、テラス、まあ、場内のね、なんかアートな展示物なのかなを撮っております。でね、3枚目がちょっと面白いんですね。非常にね、そのカフェとか自動販売機とか人物が、ただ一番手前に便所っていうのがでかく入ってるのがちょっと微妙ではありますが、ちょっとこのアートな空間を面白く撮った作品になっておりますね。なかなかだと思います。市としげさん、ありがとうございます。便所がなければなって感じですね。便所っていうのが一番でかいっていうのがね、せめてトイレットにしてくれよって感じだったですね。もうちょっとシャレっ気出していってみたい感じですね。はい、次はね、としとしさんから1枚ですね、これね。中年オタキさん、お疲れ様で、1枚作品投稿させていただきます。タイトルは、差し込む光。会社の物置で撮影しました。カメラはフェド2、レンズはインダスター 26mm、52mm F2.8、フィルムが富士カラー100です。っていうことですね。で、作品なんですけど、ね、結構ね、この窓枠みたいな場所、これはちょっと窓枠ではないですけど、からね、明るい部分を撮るね、作品結構目立ちますが、これはね、モノクロで撮った方がもうちょっと面白かったかなって感じで、ね、光は十分に、光と影を表現するにやっぱモノクロが面白いかなと思いますね。なかなか面白い作品にはなっておると思います。としとしさん、ありがとうございます。次はね、スキャンスタジオ F11 さん、久しぶりですね。ご無沙汰です。久しぶりに投稿させてください。撮影機材ニコン S3、ニッコール S5 センチ F1.4、コダクポートラ160、
タイトルはね、文京の大地から新宿を望むということでね、かなりのオールドレンズですが、逆光にも破綻なく改造し、画面下に面白いゴーストが出て気に入ってます。やや弧を描いたセンターラインが勾配を感じさせてくれますが、いかがでしょうということで作品なんですけどもね、これね、まあ、標準レンズ50ミリですね、5センチということでね、画角本当に自然な感じで撮っておりますね。で、光の境界線で撮っており、まあ、光の境界線で撮る、まあ、模範的な写真みたいな感じになっておりますが、これでっかいゴーストが本当に印象的ですね。面白いです。これ最初ね、なんかのビルから反射した光が影にね、当たったのかなと思ったんですけど、どうやらこれゴーストですね。うん、大きなゴーストが出ております。これね、ニコン S3 ということでね、非常にね、高額なカメラですね。現在結構高いんじゃないかな、S3。で、5センチ F1.4 の組み合わせということで、なかなかね、僕には手が届かないカメラになりますが、投稿ありがとうございます。で、そんなわけでね、今日の作品投稿のコーナー、ここまで、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー。今日の俺のカメラはね、ちょっとね、ドドドンと投稿来たんですけども、前回の動画かな、前回と前々回の動画で俺のカメラのコーナーちょっとなしということだったんですが、ドドドンと投稿来ました。ちょっと1名ずつね、紹介していこうと思います。今回はね、佐賀 B28、直屋さんの俺のカメラ。投稿、俺のカメラコーナー、中年オタッキー殿、お疲れ様です。佐賀 B28、直屋です。しばらく俺のカメラの入稿が少ないようなので投稿します。今回は少々前にジャンクで入手したミノータ XD と MD ロックオール 50mmF1.7 ボディレンズともにカビ、特にレンズはカビがひどくて向こう側が見えないほど、しかも各レンズの固定はカニ目でなくプラスチック枠のカシメ、仕方なくカシメ部分を切断し分解、なんとか生成できました。固着して動かなかったヘリコイドもすり合わせを繰り返した結果快適に回転するようになりました。ボディは CLE に通じ上質感があり触ってて心地よいです。フィルム1本通しましたが、このレンズ色のりが厚いですね。ミノルト XD&ロッコル 50mm 手放せないカメラになりました。もっと完璧な手入れをしたいです。撮影はデジタルカメラペンタックス K5、SMC ペンタックス DA70mmF2.4 リミテッド、シャッタースピード250分の1 F8 ISO200 ということですね。でね、作品なんですけどもね、これ印象的な光の下で撮っておられますね。これミノータ XD、 僕のやつと針側が違うということは後期型になるかな、張り替えたわけではなさそうかな。で 50mmF1.7 このレンズね、いただいたレンズね、高川さんにいただいたレンズ持ってるんですけど、まだ撮影実は撮影中なんですけどね、撮影が進まないんですね、なかなかね。いい感じの光で撮っておられます。ミノルタ XD ね、私も持っておりますがね、シャコンシャコンっていうね、シャッターの感触が非常に良くてね、フィルムの巻き上げハンドルの滑らかさが超絶に気持ちいいカメラです。まあ、故障が多いカメラになるみたいなんですが、チャンスがあれば皆さんもぜひ入手して使ってみてくださいっていうね、感触本当に素晴らしいんでね、ライカ、CLE か、につながる、まあ、ミノルタ CLE か、につながる、ライカあれなんだったっけモデルネーム忘れましたが、につながっていくカメラになってますね。R、ん?なんだっけ?忘れましたけど。まあ、そんな感じでね、今日の動画終わっていきます。ちょっとね、脳みその回転が非常に遅くなっても、だいぶ疲れが出てるのかなって感じなんですけどね、今週ちょうどね、祝日があって半日休み。半日休みがあるんです。なんとかそこで疲労を抜いて、頑張っていこうと思います。で、次の動画こそね、このコニカのレビオですね。で撮った、作品というか、試写した結果を紹介していこうと思いますが、フィルムがね、もう14年期限切れになってるね、APS フィルムでね、ちょっとやっぱね、アンダーにはなってしまいましたが、もうね、APS フィルムをね、再販してほしいんですね。このカメラもうめちゃくちゃコンパクトでしょ。ね、この APS フィルムのカメラ本当にちっちゃくてね、使いやすいんで、再販してほしいんですけどね、ロモあたりが出してくんねえかな。まあ出しても高いかなって感じになりますかね。はい、今日の動画はこんな感じになります。いかがだったでしょうか。チャンネル登録まだの方はね、ぜひぜひチャンネル登録してください。最近フィルムカメラがね、流行っているっていうことなんですけどね、フィルムカメラの動画が乱立しておりますが、
ちょっとね、僕の動画は、一線を画した超マニアックな内容になっておりますのでね、ぜひチャンネル登録の方お願いします。で、高評価の方はね、もうポチッと押すだけなんで、ぜひともお願いしますね。で、コメントの方ね、ちょっと滞っております。こんな状況でね、体調があんま良くないんで、まとめて書き込みできないんで滞っておりますが、まあ、まとめてね、どっかね、チャンスがあれば、コメントどんどん返していこうと思う、全部返していこうと思ってますんで、何か感じたこととかありましたら、コメントよろしくお願いします。はい、今日の動画はここまで、次の動画またお待ちください。それではごきげんよう。さよなら。